さあ可愛いニャンコに会いに行こう。どの辺が可愛いのかさっぱりだぜ。レッツ侵略タイム。未来編では一番難しいと言われてる浮遊大陸、やっていきましょう。一番難しいと思われる理由、それはただ単にイノバル艦のせいでしょう。ですが私から言わせてもらえば、月の方が何倍も難しいです。それでも浮遊大陸が難しいというコメントは多いぜ。前回入手した妨害キャラサイキック猫が活躍します。なお射程の関係でこのステージが初出場。最初はお金が貯められるかと思ってたのですが、ここってエイリアン以外に天使が出てくるの忘れてました。じゃあ貯めることできないわな。猫壁だけ前に出してしまいましたが、他の壁を出しつつ体勢を整えます。攻撃はもちろんジェンヌさん、まとめて攻撃できる貴重なキャラです。でも未だ再生産が長めなんだよな。本来の性能を発揮するには研究力を上げる他ありません。ガチャ運にもよりますが、時間がとってもかかるのは確か。攻略も進めていかないといけないから、早く攻略はできないわな。ちょっと、チャイムで呼び出されたので倍速します。はい、ハンコ、どうもご苦労様。もうこんな時期ですか。まだ早い気がしますが。要件は何だったんだ。新しい ETC カードが届きました。攻略中にハプニングはつきもの。とにかく続きをやっていきます。いつもの時間帯以外にも郵便してくるんだな。まあ集中しましょう。敵キャラ相手にできるだけ時間をかけてお金を稼ぎつつ、サイキックとジェンヌをたくさん用意します。働き猫のレベルも重要だぜ。もちろん様子を見ながら少しずつ上げていきます。ドラゴンもいるな。ジェンヌの再生産中に出しただけです。面倒なステージですが、私は持てる技術を注ぎ込み、現在弱いと思っているニャンコ軍団で攻略してみせます。資金が今一つだな。さあ確率と運命の分かれ道、逃げも隠れもしません。出てくるならさっさと出てきなさい。なんだか雲行きが怪しくなったな。いつになったら出てくるのでしょうか。なんか悪い予感がするんだが。できれば思っていても口には出さないで。追加の連中だな。なんで今さら出てくるのさ。そういう設定だからだろ。こっちの壁はものすごく遅いから、妨害のできない天使は厄介。ジェンヌが丸々やられたな。せっかく貯めたのに。でもカバ野郎は倒せたぜ。倒せてもコストと収益が割に合いません。しかし見事に壁って遅いんだな。狂乱の猫と壁があれば楽勝なんですが、それ抜きでやっていくしかないだろ。まあ今回は妨害役がしっかりしてるので、まずは射程の長いがを片付けながら。カンストだぜ。ムートさえ来てくれればこいつらなんかやれ。どうした。それでも世界を滅ぼした一族の末裔か。さすがにゴマサーマンが邪魔してがまでは吹き飛ばせなかったな。次を撃て。もたもたするな。壁が遅いし、ムートの一発が頼りなのに。ムートってこんなにどんくさかったっけ。ほら、次撃つぜ。結構しぶとい。おまけに新しい奴らが出てきた。時間かかりそうだな。狂乱キャラが欲しいけど、今のところ育成が追いついてない。ステージが長めだから、出してるキャラが追いつくのに時間がかかるんだな。完全にムートだより。レベル20じゃ攻撃力は今一つ。エイリアンが強すぎやしないか。二つのクリスタルは発動してるんだけど、レッドが 100% じゃないんです。それでもこいつらぐらい倒せそうなものなのにな。時間はかかりましたが、問題のがは倒せました。ムートの攻撃って貴重だよな。今の状況でどれくらいかわかりませんが、貴重な満単位の攻撃役です。さあ浮遊大陸の厄介者ですが、こちらには奥の手があります。行け、サイキック。このどこの豚の骨ともわからない奴を鈍らせるのです。聞いてるみたいだがワニが邪魔してるぜ。ムートどんどん撃ってちょうだい。ジェンヌも大活躍だな。壁を抑え目に妨害と攻撃役を出してカンストを避けます。
でも鈍足だから、壁は必要です。天使がまだ出てくるので、結局出せるものは出していくしかないですね。ガが出てこないだけマシだな。ジェンヌさんに頑張ってもらい、邪魔な取り巻きを近づけさせないようにします。この中ではガブリエルが一番射程短いんじゃなかったか。インターセプトされても、さっさと倒せば大丈夫です。妨害で動きが鈍っているうちに、攻撃してダメージを与えます。ここはムートの一発より、数に物を言わせられるジェンヌさんの活躍の場です。壁が遅すぎる割に、押されてないから優勢ではあるんだよな。攻略に時間がかかるのはキャラのプラスがないのが大きいので、その辺はご了承を。妨害って強い相手だと有効すぎるな。そのおかげで攻略できるわけですから、さあいくら暴れても、君では勝ち目はない。身動きも取れない状況において、大きな一発。気のせいかイノバルカン当たってるのかな。後ろにいたゴマサーマンが吹っ飛んだから。攻撃力そんなに低いかな。できることは限られてるので、手がガマタ出てきた。すっごく面倒なことになってしまったな。サイキックにはなんとか持ちこたえてもらうとして。やれ、ムート。面倒は残っているものの難敵は倒しました。でも後から出てくるな。まあまだ可愛い方じゃないですか。強さ倍率 100%。まだ良心的ですよ。問題は私たちが急ぎすぎてるだけ。ですが課金しようとしなくても、攻略の根本はどこまで努力できるかどうか。私はそれを証明したい。まあなんというか都合のいいキャラばっかり当たってるけどな。でも無課金。このランクではキャラをそんなに強くできないため、こんなところでも苦戦します。まあできないわけじゃないんだけどな。足の速い安価な壁は欲しいところか。距離が長いとどうしても必要ですね。3枠壁にしていますが、足が遅いのが約1匹。ニャンチケを集めてガチャ引きたいところですが、今は統率力の関係で無駄になります。さあここを攻略したら本命の月です。だがお前にとっては難しいんだろ。大丈夫なのか。挑戦して成功すれば明るい未来が現れます。いや、それ第2章だから。レジェンドを進めることも忘れるなよ。攻略は難しいので焦らない方がいいのですが、とにかく育成をしっかりしないとダメですね。もう終わるな。とどめはムートの渾身の一撃。勝利。月に行く前にガチャします。お宝も無事回収。レアガチャ動画を期待している方には悪いですが、現時点ではこれも貴重な行事です。攻略に関わるからな。キモ猫です。頑張って向き足まで育成しないとな。地道ですが確実に近づいてます。プラス4なのであと6。出発期攻略に移ります。まずは現段階のキャラの強さを見ていただきましょう。はっきり言って弱いな。プラス10は1体もいません。基本はもちろん、レアもそんなにいいものじゃありません。贅沢といえば贅沢なんだけどな。体力のあるキャラを優先に経験値を振りました。とうとう猫だらぼっちもレベル20か。あとはランク上げにレベルを上げていくだけです。今度チビキャラ入手のチャンスがあったら、優先して回りましょう。攻略は難しいけどな。どんなキャラを使うかじっくり見ていただきます。それなりに強いキャラ持ってるから確認はこんなものだろ。猫泥棒育成が終わった頃には使い道が限られてるんだけど、サイキックには今後も活躍してもらいます。紹介してないのはマサムネだけ。月攻略には使えないんだろ。経験値バカみたいに食うんですよ。さあ始まりました。そして、負けちゃいました。ここでもエリザベスが出てくるのか。本日はもう無理です。残り体力 79%。さあ本日の結果は、できれば月を攻略したかったです。明らかにキャラ不足だ、諦めろ。狂乱待ってたら時間がかかっちゃうんだけど、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。
ここまで来て行き詰まってます。明日いいものもらえるから期待しておけ。